こんにちは、日本改革党くつざわです。佐川信行様、水戸の康弘様、ご支援ありがとうございました。お二方とも何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。佐川さんは浦安支部長ですね。別にいいのにな、なんか忠義を尽くしてもらわなくてもな。昨夜の昨日の情報で、漢方医学大辞典、コオロギに微毒あり、不妊作用あり、妊婦禁忌、妊婦には使用禁止という事実が判明しまして、コオロギ食わしたいやつは日本人減らしていいのかよと怒ったのですけれども、別な毒も発見されております。メンデル大学チェコ、あれかな、遺伝のメンデルにちなんだ学校でしょうか。メンデルの法則ね。コオロギはプリン体含有量が高く、痛風や抗尿酸血症、抗尿酸血症の患者には適さない。2014年発表になっておりました。コオロギに含まれるプリン体は同量の暗記物の10倍。すげえ。プリン体ゼロなんていう発泡酒とか、売り出されてますけど、それを飲みながらコオロギをつまみにすると台無しっていうことがわかりますね。都内某痛風外来の医師、痛風発作の危険性、痛風の人は食べていけないという情報を隠すのはアンフェアである。まあ危ねえって、痛風と妊婦さんは食わないくださいって、発令すべきじゃないか、と思いますけれども、一般意見です。暗記物10倍やべえ、気持ち悪いから食いたくない、食べたくない、コオロギを食って痛風になるとか、救いがない。国は補助金出してまで進めててバカなの。バカですね。知り合いに二人いるが割と多いんじゃないの？痛風患者。鳥も食わねえ時点で察しろよ。どこの国でも食べてないのは理由がある。何が地球救うだよ。痛風って痛いらしいですね。私、幸い経験したことないんですけども、まあ、ビール飲みすぎと、なるとか、言われてますよね。日本人にとってますますろくでもないムーブであることが判明と。コオロギを食わそう食わそうっていうのは、日本人にとってろくでもないことである。探せば、まだまだ違う毒性も見つかるかもしれないですね。細菌であるとかね。私利私欲のために、コオロギ食をご利用しする政治家や企業や官庁を罰すべき、吊るすべきだと思います。ツイッター分析でおなじみの、鳥海富士夫東京大学工学院工学系研究科教授嘆い、鳥海って読むんだよねこれね、鳥海とは読まないよね。ツイッター上ではほとんどが昆虫食反対。ざま、反対派には陰謀論と親和性の高いクラスターが存在するが、陰謀論系でないクラスターの方が大きい。政治的に偏りは大きくない。つまり右も左も反対、嫌がってる。特定のコミュニティによる拡散ではない。賛成はわずか 3%。右も左も食いたくないが、ほとんどじゃダメじゃん。ゴリ押ししてる界隈には秘宝ですね。もう無理だ、ダメだ、諦めろ。一般意見です。下手者を受け入れる人なんてごく少数でしょ。単純に気持ち悪い。生理的に嫌悪するのが多数な状況。ゴキブリ混入で大騒ぎなのにコオロギならセーフとはならんだろ。そりゃ選択肢がある段階で昆虫を選ぶのはかなりの変人と。皆さん当たり前だろっていう意見が多数ですね。パヨどももいやなんだから初めから無理筋であったご利用しが、まあ終わりそうですね。ただしご利用しした界隈はお仕置きが必要ですよね。復讐は無意味だがきっちり仕返しするという評判はその後の保身に役に立つ。こういう格言、ご存知でしょうか。あいつはぎっちりただでは済まさねえ男だっていう評判はですね、抑止力になるってことなんですけれども、まあ国の防衛にも言えますけどね。まあ、ヤクザがメンツを大事にする論理ですかね。今市太郎さん、この人はツイッターに関する研究の書物とか書いて出してます。日本人にコオロギを食わそうとしているのは誰なのか。内閣府はムーンショット計画なるものを立案。まあ内閣府ですよね。
一般意見、誰では絶対許さない、これ犯人探しするべきだわ。もちろん電通も絡んでる。大学金くれ金くれコオロギ食作りました。政府の圧力なしにこんなにグイグイ進められるわけがない。コオロギ食わして腹を抱えて笑ってる連中がいるんだろうね。コオロギ食うなら餓死でいいです。全くね、あの天明の天保の大飢饉の時もコオロギ食いましたって記録残ってないんだから、あ、分かるよって感じなんですけれども、内閣府ムーンショット計画が発端の模様ですけれども、昨日のタレコミ、旗を振っているのは内閣府消費者庁の裏が取れました。なんか徳島県だっけ、消費者庁の支部みたいなの作られちゃってゴリゴリをしてくる、今の長官はですね、新井豊さん60歳、農水省出身の女性だそうであります。なんか山形県の副知事も勤めたことがあるんだって。著書はネクストマーケットを見据えた食品企業のグローバル戦略。パヨってんな。私は嫌いなんですよ、グローバルっていう言葉はね。超個体の日本が他の真似すんのはね、ほぼ対価に過ぎませんからね。グローバルじゃなくて世界が日本を見習え、唯一の超個体国家なんだからさ、見習うべきところいっぱいあんだろうがって思ってますんで、私はグローバルって言葉大っ嫌い。新井はコオロギ食わせたい本丸とは断言できませんけれども、まあ噛んでることは間違いないわな。N 党浜田参議国会で欧米を見習って LGBT 法作るというなら共産主義禁止も見習ったら、共産党ギャオー石垣のりこ、なんだおこの質問、毒ついた、あ、そうであります。一般意見です。共産党禁止して困る人って、人生を赤い巨毛に捧げたおじいさんおばあさんたち、70代が中心で、あと数年すれば絶滅危惧種、わざわざ禁止しなくても自然消滅しそう。共産主義ほど格差を生み出す思想はない。そういえばソ連もですね、共産党幹部はノーメンクラトゥーラっつってですね、まあ赤い貴族って呼ばれてましたね。英米では共産党は違法どころか憲法違反と、私が国会で詐欺言いたかったのに詐欺越されてしまいまして残念です。浜田議員常識人ですな、純粋な狂人の立花との格差が超絶。豊島区委員会2021年6月23日、私の演説ですね。平等な分配のためには富の所有が不可欠で、それには必ず暴力装置による流血と殺人を伴うことをレーニンが著書の国家と革命の中で述べている。共産党は富の平等分配の言葉が言って集約が不可欠であることを決して言わない。共産党が権力を握ったら必ずあなたに生命財産自由全部よこせ、平等に配るためだ、逆らうなと言ってくる、逆らえば殺される。共産党は我々をいずれ支配する、金家畜か奴隷のように思ってる、だから我々民主主義者が作った法律が守れるかということで平気で選挙違反する、共産党は危険だ、滅ぼすべきだって演説したんですね。したら共産党議員ギャワワワワワンって言って、懲罰かけろがなんか言って、共産4名、立憲2名、民民1名が賛成して懲罰委員会開催になってしまいました。とはね、私の懲罰委員会開催に賛成しやがって、一生恨むし許さねえ。共産4名、立憲2名、民民1名、が出したのは道義かな、道義。懲罰委員会の結果お咎めなしってなったんですけれども、懲罰委員会の内容は私というより共産党議員の吊るし合い、コテンパンにやられてた、懲罰委員会で、興味ある方は靴沢懲罰で動画検索してみてください。すぐ出てきますので、3月7日入管法改正案を閣議決定、実刑3年以上、犯罪者テロリストは強制送還できる、難民申請は2回までにする、今まで無限だったなんて、何回でも難民申請繰り返して一生日本に入れたっていうバカな改悪を民主党がやったと、バカだな、悪夢の民主党政権って言われてるけど、悪魔の民主党って言った方がぴったりなんじゃないのかな。難民枠の他に
補完的保護対象者を設ける。これ準難民ってことみたいですけど、よくわかんねえ、今のところね、あのウクライナの避難民が想定されてるみたいなんですけども、入管施設収容に変え、管理人制度を新設し管理する、あの収容じゃなくて外に、追っ放して見張らせるってことらしいんですけどね、なんで速やかに強制送還しないんだよ。管理人制度は新たな利権か、なぜ強制送還の対象を速やかに送還しないのか。管理人つけてもいや逃げるだろ、各国大使館に押し付ければいいのに、賛成、これ賛成であります、大賛成。生活保護くださいなんて言ってくる外国人も、各国大使館に連れてって、おらっつって蹴り出して中に入れちゃってね。衛生難民申請の多くは犯罪者と、強制送還できるようになったのは進展ですけれども、難民申請2回までだって、だが審査に2年も今までのように2年も返してたら4年はいられることになっちゃうよね。3日で審査結果出せよ。で、2回審査出しても、跳ねつけるのに1週間もかかんねえんだからさ、新設される管理人って何だろう、入管収容施設、設備が必要なくなるんで、そこの職員を当てるのかな、それとも新たな団体作ってですね、NPO かなんかして、委託事業にして公金集中するのかな、管理人は管理対象に逃亡されたら、何らかの罰則を与えないと、必死で見張ってないと、出ないと逃げるっしょ、これ決まってんでしょ、1日見張ってられるわけないもんね。3月6日参院予算委、石川大我立憲参議、私はいつ愛する人と結婚ができるようになるんでしょうか。まあ同性婚認めろって言ってんですけどね、この人ゲイを公言してますから、岸田、社会の理解や議論の深まりを進めることによって結論を出していく、こうした取り組みの、進み具合によって自民時期が決まってくると考えます。なんだか答えてんだか答えてんだか分かんねえよな、ちょっと分かんないですって言ってんのと何が違うんだって話なんですけど、こんなの総理が答えるような話なのがくだらねえな。一般意見ドン引きなんだけど、事実婚でええやろ、結婚できるだろ女と、個人の話を国会に持ってくんの、国民のためじゃなくて自分のためかよ。おっし、じゃあ会見しようぜ。同じ質問を、石川大我にしたい。私はいつ結婚できるんでしょうかと聞きたい。まあ結婚できない人なのかなこれ。なんか総理に求婚してるみたい。男女のみの方にはまるなと言いつつ、結婚の形式にこだわるのはなんでなの。日本国憲法第24条第1項、婚姻は両性の合意のみに、基づいて成立し、立憲の議員なんだから、これ守れよ。渋谷区に引っ越して、パートナーシップ制度使えば、なんかあそこ変な条例あるよね。あるいは、認めてる国に、移住するとかね、参議院議員の資格はですね、日本国民で満30歳以上であることのみ。であります。別に国内に住んでなくても大丈夫みたい。国会法で定められている党員の義務さえ果たせば、ガーシーはこれさえ果たせてねえから懲罰かけられてるわけでね。通貨個人的な疑問を予算委で総理に聞くな、国会をなんだと思ってんのか。総理も馬鹿正直に答えん、個別の案件には答えませんとかノーコメントとか時期わかりません。じゃあ会見する？で、答えてやればグーの音も出ねえんだからさ、ごくごく少数のために全体に影響するようなルールを作るべきではないんですよ。学校の授業だしさ、一番出来が悪い生徒に合わせて進行したら大変なことになるでしょ。まあ靴沢の持論なんですけど、ダメに合わせると全体がダメになるからダメに合わすなというのが私の持論であります。私学校を経営するとしたら徹底的に成績順にクラス分けすんな。だってさ、かわいそうだもん。出来悪い子がさ、出来いい子のさ、に合わせた授業やったらちっともちんぷんかんぷんで、授業中の時間、苦痛でしかねえでしょ。だから、出来悪い子は出来悪い子で集めてね、そういう、それなり、その頃にあった授業をしてやげんのが優しさであり、落ちこぼれを防ぐ方法でありだと思っております。ほっこりニュース。58歳の NHK 職員、すすきので風俗嬢を隠し撮りして逮捕。一般の意見の中から、面白かったものを
ピックアップいたします。風俗ロケかな、捨て身の潜入取材してたんじゃね、ジャーナリズム精神あふれすぎだろ、受信料で風俗行って撮影とは、その映像を NHK で放送しろ、ニュースがなければ自分で作るとは、受信料で性犯罪 NHK の日常、知ってる知ってる、貧困調査ってやつでしょ、カメラマン魂に火がついてしまったのだよ、NHK 関係者の犯罪率は一般企業の50倍、和田政宗参議による、延べ逮捕者数は多分日本一です。どんな、犯罪組織でも NHK ほど逮捕者出してる、組織団体はありません、こんなに、NHK みたく、逮捕者出したら、ヤクザだったらとっくに潰されるし、一斉検挙かなんかでね、立ち行かなくされるしね、こんな犯罪組織が放送もしてるような組織は反社組織として潰すべき、だと思っております。三浦瑠麗さんの夫逮捕、4億の横領で、ガサ入れされただけでまだ逮捕されてなかったんですけど、とと逮捕されたみたいであります。私この方あんま知らないですけど、どういう人か、一番笑ったコメントですけど、もう脱ぐしかないなまあよくあるパターンですね。瑠麗さんそれどころじゃないっしょ、犯罪行為を知りつつね、それで得た利益を享受したら共犯になるかもしれませんよ。今頃ね、自分の逮捕に怯えてんじゃないですかね、三浦瑠麗さんね、やばいなーという感じであります。というわけでメール当院さん大事募集であります。有料の読むだけで賢くなれるメルマガをご購入くださり、日本改革党をご支援ください。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。